アルミードは、1987年制作、公開のイギリスのオムニバス映画、アリアの一編として、ジャン・リュック・ゴダールが監督した短編映画である。アルミードのモデルキルケー、1891年、アンナ・パブロワのアルミード、1909年作曲家、ジャン・バティスト・リュリが、詩人、俳優のフィリップ・キノーと共に作った、叙情悲劇、アルミードをもとに、ゴダールは、ちょうど300年後の1987年当時の、現代、この物語を、スポーツセンターを舞台に描いた。リュリのアルミードは、もともとイタリアの詩人トルクアート・タッソが1575年に書いた叙事詩、解放されたエルサレムを下敷きにしている。タッソにおけるアルミーダは、魔女でムスリムと戦うキリスト教徒の十字軍の騎士たちを誘惑する。タッソは、アルミーダのモデルを、古代ギリシアの詩人ホメーロスが、紀元前8世紀、叙事詩、オデュッセアに描いた魔女キルケーに求めたとされる。18世紀の舞踏家、ジャン・ジョルジュのベールにも、ルノーとアルミードという著作があり、作曲家、クリストフ・ビリバルト・グルックにも、アルミードというオペラ作品がある。ロシアの作曲家、ニコライ・チェレプニンはバレエ、アルミードの館を書いており、初演は、アンナ・パブロワとバーツラフ・ニジンスキーである。ジャン・コクトーにも、戯曲、ルノーとアルミードがある。ゴダールによる本作は、2800年前の魔女、キルケーに始まる、アルミードの歴史を変装するものである。それと同時に、ジガベルトフ集団時代の勝利まで、アンヌ・マリー・ミエビルトの、ヒア&ゼアココとよそ、レフューズ・ニクたちへの祈り、ゴダール・ソシアリスムと延々関わり続けるパレスチナの、問題への1980年代的展開でもある。1987年、ジャン・バティスト・リュリが、叙情悲劇、アルミードを発表した時代から、ちょうど300年が経過した現代。多くの若者たちが、スポーツセンターで体を鍛えている。そこに清掃作業に現れた、若い女は、ボディビルダーの一群の中、筋骨隆々。上腕にタトゥーをした一人の若者に惹かれる。若者は、女がその肉体に触れても、作業着一枚を脱いで全裸になっても、若い女に気づかないのだ。やがて女の心に、怒りが湧き起こり、若者の背中にナイフを振りかざす。ありがとうございます。